皆さんこんにちは。不動産テックコンサルタントの牧口です。本日はですね、マースについて解説をしていきたいと思います。マースというのはですね、モビリティアザサービスということで、2030年にですね、米欧中で170兆円、2050年には全世界でですね900兆円になるって言われるマースですけれども、不動産に与える影響も大きいので、その解説をしていきます。ウーバーなんかもですね、マースの、事例なんですけれども、移動手段としては、電車とかバスだとか自転車だとか、様々な手段の中から、検索をして、予約をして、支払いまで完結できちゃうということで、その最も効率的な、移動手段みたいなものを、提示してくれて、そのまま目的地まで運んでくれるっていうのが、マースの概念ですね。こちらがマースのカオスマップになります。アメリカとかではですね、ウーバーとかリフトが、いち早くマースをやってですね、定額のプランだとか、自転車や車以外のシェアリングサービス展開しています。リフトの定額プランだと月額299ドルで30回まで利用できるっていうようなサービスですね。三井不動産が今年4月24日ですね、世界初の本格的なマースプラットフォームである WIM ですね。こちらフィンランドのマースグローバル社ってところのサービスなんですけれども、そこと協業に向けた契約を締結したと。で、さらに出資もしたというふうに発表して、話題になりました。WIM はですね、フィンランドのベンチャー MG 社が提供するようなマースの、統合スマホアプリですよね。都市の交通において、マースで世界初めて実践した事例として注目をされています。フィンランドのヘルシンキだとかイギリスのバーミンガムですね、あとはベルギーのアントワープにも進出をして、近くシンガポールでもサービスを展開して2020年までに50都市に進出する計画というふうに聞いています。フィンランドって聞くとですね、例えばオーロラとかサンタクロースだとかムーミンみたいなイメージあるかと思いますけれども、フィンランド共和国はですね、19の県からなる北欧の国なんですね。国土が日本の 1.5 倍ぐらい、ただ人口が550万人ぐらいということで、人口密度が圧倒的に低いんですね。で、フィンランドヘルシンキの新築物件価格ですけれども、他国と同様ですね、2010年からずっと上がってですね、ずっと高止まりしている状況ですね。ちなみにフィンランドの場合、2000年に非居住者の不動産取得をオープンにしたので、誰でもが規制なしに不動産を買えるような状況になっています。さて、フィンランドはですね、世界有数の教育水準でもありますし、AI 教育に国を挙げてやっているということで、非常にテクノロジーが注目されているんですが、その中の一つ、注目株が MG 社の WIM なんですね。こちら、プロプテックフィンランドによるカオスマップなんですけれども、不動産テックのサービスとかもいろいろ出てきているので、この辺はですね、まだ後日にでもですね、解説していきたいと思います。さて、WIM なんですが、フィンランドではですね、2018年に、それまで、鉄道とかバスとかタクシーの、別々な法律ですね、移動種別ごとにあったその輸送サービスに関わる法律を一元化をしました。で、それによって民間タクシーの参入障壁の緩和だとか、ウーバーの解禁だとか、様々な規制緩和が行われているわけですね。で、WIM は2016年にヘルシンキで実証実験を行った後、正式にサービス開始しました。毎月定額か、もしくはその都度お金を払うことで、それをポイントに変えて、ポイントを利用することで、いくつかの交通手段の中、最適な移動ルートを、提案してもらって、そこに目的地まで運んでくれるっていうアプリですよね。で、予約から決済まで一括して行えるのがメリットです。利用できる交通手段は、電車とかバスだけではなくて、タクシーだとかバイクシェアだとか、ユーザーがスマホのアプリを、提示するだけで交通手段提供できるようになっています。月額49ユーロか、または499ユーロの乗り放題プランとかもあるわけですね。で、WIM を使ったマースの発達によって、自動車を持たなくてもいい未来というのを目指しているわけですが、自分と体と自転車さえあればですね、あとは相乗りの、自動運転の自動車だとか公共交通機関が目的地まで運んでくれるということで、非常に注目されているわけです。ただまだまだ課題が多いのが現状ですね。WIM も Uber だとか、乗り捨て型のカーシェアの、ドライブナウとかは取り込めてないので、限定したサービスが今のところ提供できてないということで、そうするとちょっとマースとしては片手打ちっていう話ですよね。データによると WIM はまだヘルシンキの交通の 0.5% ぐらいしか取り込めてないなんて報道もありますので、今発展途上ってとこですね。やっぱりみんなプラットフォーマーになりたいんで、覇権争いが今激しくなってるっていうのが今状況ですね。さて、マースなんですけど、スウェーデンのチャルマース大学の研究ではですね、マースのレベルってのは4段階に分かれられているわけです。全く統合化されてないっていうレベル0から上がですね、レベル1、こちらが情報の統合ですよね。複数モードの交通の提案だとか、価格の情報を提示してくれる。で、レベル2ってのが予約決済の統合ということで、1回の、移動でですね、検索だと予約だとか支払い情報みたいなものが統合される。で、レベル3になってくるとサービス提供の統合ですよね。公共交通機関だけじゃなくて、レンタカーだとか、そういったライドシェアだとか、そういったものが統合される。で、レベル4になってくると政策の統合ということで、データ分析による政策決定、みたいなことができるようになるって
のがレベル4ですよね。で、WIM は今レベル1と2に取り組んでいるところです。日本はまだレベル0の段階ですって話ですね。で、レベル4までになってくると、交通渋滞のコントロールとかもできるようになりますし、排気ガスの効率的な規制なども、まあ、つながることになってくるので、非常に期待されているわけです。で、別の動画でも、まあ、説明しましたが、こうしたマースの、まあ、サービスとかが進んでくるとですね、まあ、物流ルートの最適化なんてものをより分析しやすくなってくるので、これ不動産業界にとってもメリットありますねって話ですね。さて、マースによる不動産の未来って話なんですけども、レベル3ぐらいまで実現してくるとですね、これ不動産業界にもすごい大きな影響を与えるって言われています。まずマースが導入されることによってですね、まあ自家用車がないと、まあ移動が不便になったエリアとかでも、まあ自動車不足っていうのが解消されることになるんで、これ不動産の価格に対しても大きなインパクトありますよね。なので、まあ都心、これまでは都心がターゲットだったんですけど、郊外でも拠点を持つっていう選択肢が新たに生まれてくると。これは新しいビジネスチャンスですよねって話ですね。で、こうした未来を見据えてるので、三井不動産だけじゃなくて、JR 東日本だとか小田急電鉄とかもですね、中期経営計画の中にマースへの取り組みっていうのを盛り込んでるわけです。で、三井不動産と WIM の MG 社はですね、提携後の最初の取り組みとして、2019年中にですね、首都圏で実証実験始めるみたいなことを発表しています。アメリカではですね、サンフランシスコの、パクマーセル社が賃貸住宅のマースサブスクリプション機能を提供したカーフリーリビングみたいなサービスも実際行っているわけですね。で、物価が高いサンフランシスコで、まあ、自動車保有のコストを下げるっていう、まあ、狙いがあるわけですね。で、賃貸住宅の住居者に月100ドルですね。まあ、1万円ちょっとぐらいのポイントを付与して、ポイントの範囲内において、ウーバープールの配車サービスだとか、まあ、サンフランシスコの公共交通 IC カードの移動が可能になるみたいな、そういう取り組みですよね。で、これ不動産デベロッパーからすると、駐車場スペースとかも不要になるわけですから、まあ、その分有効活用のスペースが増えるわけですね。で、さらに言えば、これまで駅地化というものが不動産の価格だとか賃料に最も影響を与えるファクターだったんですけれども、まあ、これが根底から覆るってことになるのが、大きなビジネスチャンスを生むって言われている理由ですね。で、先ほどの JR 東日本だとか小田急不動産からすると、まあ、電鉄系の会社からすればですね、駅から離れた地域の都市開発がしやすくなるっていうメリットが生まれるわけですね。で、現段階では、まあ、選べるサービスっていうのは限定的なんですけども、もうすでにサービス提供されてるわけです。なので、マースを活用した住宅っていうのはこれからどんどん出てくることが予想されるわけですね。これ不動産業界にとって大きなチャンスです。さて、本日は、マースが不動産市場に与える影響という内容を説明させていただきました。まあ、不動産事業者にとってみれば間違いなく一つの大きなビジネスチャンスなんで、まあ、安全を高くしてですね、今後もマース市場を注目していきたいなというふうに思っております。本日の動画は以上とさせていただきます。よろしければ、チャンネル登録の方、お願いいたします。